インバディは株式会社インボディジャーパンが日本国内で販売している医療機器、軽量機器で体の成分である体水分量や筋肉量などを測定する高精度体成分分析装置の商品名である。家庭用の体脂肪系や体組成系の原理はすべて同一で生体インピーダンス法を用いて微弱な電流を体内に流し電気抵抗をもとに 体の水分量を測定する。主に家庭用、業務用、医療用に分けられるが、企業間によってはアルゴリズムが異なるためすべて同じ、値が出るとは限らない。インバディは、医療施設や介護施設、フィットネスクラブ等で使用されており、企業の研究施設や、臨床検査、臨床試験、栄養指導、健康指導のツールとしても使用されている。国外では、 韓国本社、米国法人、中国法人を中心に、業務用、医療用だけではなく家庭用の体、成分分析装置や活動量計の販売も展開している。V 別直接インピーダンス測定法インバディの V 別インピーダンス測定は、全身を右腕、左腕、体幹、右足、左足に分けて測定する。左右の手と足に、電流電極と、 電圧電極を別々に設け、被験者が電極を踏んで手で握ると装置内部で自動に電流を流す方向と電圧をかける方向を変えながら部位別インピーダンスを測定する。例えば右腕のインピーダンスを測定する場合、電流は右手から右足に沿って流す。電流は右手から右腕に沿って流れ、左腕の方には電流が流れず体幹を通って、 右足の方向に流れる。この際に右手と左手の間の電圧を測定すると電流が右腕に流れる。際の電圧降下値が分かり、オームの法則から右腕のインピーダンスが計測できる。同じ原理で他の部位のインピーダンスの測定ができる。体幹の場合、電流を右手から右足に流し、 左手と左足の間の電圧を測定すると、電流と電圧が重なる体幹単独のインピーダンスが計測でき、右足の場合、電流を右手から右足に流し、右足と左足の間の電圧を測定すると、電流と電圧が重なる右足単独のインピーダンスが計測できる。近年では、部位別分析の重要性が広く認知され、インバディ以外の製品でも、 部位別測定を標榜しているが、実際の結果用紙を見るとその違いがわかる。部位別測定で最も重要なポイントは、体積が大きくインピーダンスの小さい体幹を直接測定することであるが、インバディ以外の製品は四肢を直接測定しているものの体幹は、片半身インピーダンスから腕、足インピーダンスを差し引いて算出する。この場合、インピーダンスの大きい腕、 足で生じたわずかな誤差がインピーダンスの小さい体感インピーダンスに大きく影響を与え全体の精度を低下させる多周波数測定ビア法では周波数を持つ交流電流を使用するが交流電流は周波数が高いほど細胞膜にかかる抵抗が少なくなり細胞膜を通過しやすくなるつまり周波数の高い電流は細胞膜をよく通過して 体水分全体を流れることに対し、周波数の低い電流は、細胞膜内に通過しづらく、細胞膜の外側に沿って流れる。したがって、周波数ごとに、細胞膜を通過する程度の差があることを利用し、抗体域の周波数の電流を体に流すことで、細胞外水分量だけではなく、細胞内水分量まで、直接測定による値として算出される。インバディでは、 最大1から 1000kHz の抗体域周波数から得られた核インピーダンスの比から細胞内外水分量を分け算出することで細胞外水分を通過する電流のインピーダンスのみから全体の体水分を推定するビア法の限界を克服している。また多周波数分析による正確な水分均衡からむくみを数値化して提供することにより腎臓内科リハビリテーション ガンセンター等で対成分分析装置が活用されることになった。発展接触型電極インバリでは左右の手足に各々の電流と電圧電極を2個ずつ配置し合計8個の電極に接触することになっている。これは再現性を高める装置で同被検者が連続測定をする際に常に一定な測定値が出るようにする。インバリは 人体の構造的特性を利用して手電極を親指電極と手のひら電極に分けて配置し、被験者の電極の握り方が毎回変わっても構造的に常に同じ地点で電圧測定が行われるようにした。また、足電極も同じくかかと電極と足の平ら電極に分けて配置し、被験者の立つ位置が変わっても常に同じ地点で電圧測定が行われる。 統計補正の排除統計補正とは統計値を使用してインピーダンスに補正をかけるもので女性であれば男性に比べて体脂肪が多く高齢者は若年者に比べて筋肉が少ないなどの一般的な概念を変数として使用する。1980年代技術的に克服できないビア法の不正確さを補完するために当時の学者らが 統計補正を使用した公式を発表したことから始まり、現在でもインバディ以外の体成分分析装置は統計補正を使用している。統計補正を使用することにより、統計値に当てはまる集団に対しては高い精度を維持することができるが、一般的な集団に属さない、得意体系や疾患を患っている、被検乗者等には使用することができない。 特に医療施設での栄養管理や臨床試験、商品開発等の場で体成分分析装置を使用する場合、統計補正を使用している機器では正確な評価をすることが不可能である。水に塩を入れると粒子が広がり塩水となる。同じ量の塩をより多くの水に入れると塩の濃度は薄くなる。この時塩の量と濃度が分かれば水の量が算出できる。 このような原理を利用して、人が重水を飲み、尿から出る重水の濃度を調べて、耐水分量を算出できる方法を、重水希釈法という。イタリアのサートリオ教授は2005年、18から66歳の高度肥満女性群と正常女性群の75名に、対して、耐水分量と細胞外水分量を重水希釈法と、 中華ナトリウム希釈法で測定して、インバディで測定した 500kHz、5kHz のインピーダンスから作ったインピーダンス指数と比較して、高い相関があることを示した。水中体重法は人体の密度を通じて、体脂肪量を求める方法であり、1942年に初めてベーン・ケトがアルキメデスの原理に基づいて考案した。 水中体重法は2分法を採択して人を女子暴量と体脂肪量に分類されると前提し、体脂肪の密度が女子暴量の密度に比べて低いという点を利用して値を求める。アメリカのター博士は2010年高校レスリング選手を対象にビア装置の精度実験を発表した。レスリング選手に体重調整は非常に重要な問題で、 近年体重認証プログラムが確立され無理な減量を規制している。ター博士の実験では、ゴールドスタンダードとして、水中体重法を基準にキャリパー法と下半身、ビア法とともにインバディの精度を比較し、高校レスリング選手という得意体系の被験者らに、対して、インボディは R 2、R2=0.93、c 2 7 3ラムで最も高い、相関を示した。 R2 は、R の事情デクサはイメージ法の一種で2つの X、X レイを透過させて得たイメージから、単位面積あたり X レイ線の減災される、量から体重を、骨ミネラル量、体脂肪量、筋肉量に区分して測定する装置である。測定時間は5から30分程度。デクサは事実上の体成分分析の標準装置であり、水中体重法と同様に高い精度を持つ。 また、骨密度、体脂肪量、筋肉量の3つの体成分を部位別に求められることも強みである。イタリアのマレボルティ教授は2003年、21から82歳の女性68人と男性42人を対象に、全身の女子脂肪量と四肢骨格筋量のデクサとの精度実験を行った。全身回回 M は R2 イコール0.93。 c イコール 0.18kg、足のリーンマスは、r2 コール 0.86kg、c イコール 0.63kg で、高い相関を示した。r2 は、r の事情インバディは、統計値を用いないアルゴリズムを使用しているため、統計に当てはまらない、得意疾患のある被検者でも正確な値を出すことが、できる。そのため、多くの臨床検査や、 臨床試験に活用されている、インボディジャパン東京本社、ありがとうございます。